打ち壊しとは、江戸時代の民主運動の形態のうち、不正を働いたとみなされた者の家屋などを破壊する行為のこと。高い、打ち壊し、打ち壊し、打ち壊しなどと表記されることもある。近世日本の都市部において、町人同士の相互扶助である合力が発展し、富裕な町人による町方志向が成立した、共法年間の頃から人生と呼ばれる。 社会性に思想が形成された。人生とは、異性者は、負者の私欲の追求を規制して、弱者の生活が立ち行かなくなることを防ぎ、負者は私欲を自制し、基金や災害が発生した時は率先して、米の施しなどを行って、弱者を救うべき、という異性者、負者に課された責務であり、公的な集奪にせよ、私的な集奪にせよ、この責務を果たせない異性者、負者は、 不徳として求断された。主に都市部において、買い占めなどによる物価高騰の原因とされたものに対して行われることが多いが、百姓一揆に伴って、領主の悪性と結びついたとされた特権を持った商人や村役人に対して行われることもあった。家財の略奪なども行われたが、一方で正当な制裁行為であることを主張するために、家屋の破壊だけにとどめ。 略奪や放火は現に今しめられた事例も多く知られている。打ち壊しを主導した者は処罰されたが、打ち壊しの正当性が地域社会で広く認識されている場合は、役人もその結果を容認し打ち壊しを受けた側も処罰を受けたり、面目を失い立ち抜くこともあった。都市における最初の打ち壊しは、元禄十六年に長崎で発生し、教法十八年には、 江戸でも初めて発生した。それ以後も、飢饉や、正常不安などによりしばしば発生し、特に物価が急に上がった幕末にかけて増加した。ありがとうございます。